あれ？なんだ、誰もいないのか。ちょっと待っとって、透明さんも出てこないってことは本当に誰もいないのか。チェッ、つまんないの。はあ、モヤッティはこの人生のひととき、偶然余ってしまった時間を何に使えばいいのだろう。おや、なんだこのわざとらしいチラシは。興味ないや。置いてさえあれば読んでもらえるだなんて、そんな甘いもんじゃないぞ、チラシ業界は。なになに、あなたのスマホタブレットが劇場に、定額制演劇動画配信サービス。スマートフォンタブレットがあれば、いつでもどこでも好きなだけ演劇が見られます。地方公演で見ることができなかった方や、ご家族の事情で見られなかった方、お体に障害があるなど、行きたくても行けなかった公演が全国どこにいても見ることができます。怪しい。だってこういうのお高いんでしょ。980円だ。ラカンカオレを2杯ぐらい我慢すれば1ヶ月楽しめるぞ。気になるな、感激三昧。よし、まずはこいつを調べるためのスマートフォンかタブレットを手に入れるぞ。いざやー。